永遠に遊べますね、これ。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。俺からかーい。一周目の一発目、特にほんまに喋ることないですね。はい。まあ、そうですね。最近やらせてもらってて、結構村側を黒く見てしまうことが多いんですよね。まあ、自分も悪いんですけど、把握漏れとか目線ブレとか意見ブレとか、そういうのが結構村側、まあ自分も含めてかもしれないですけどね、多いような気がします。で、黒側が結構発言強いとすぐ負けちゃうので、村側も一致団結で頑張って、黒を見つけていきましょう。よろしくお願いします。では、6番さん、どうぞ。6番のプレイヤーは発言してください。どうぞ、6番だ、EBR だ。5番さんの、まあ、白黒つけようかな。ああ、そうだ、俺はね、まあ、一人一人白黒つけていく人が結構好きだ。うん。結構ラインが見えるからね。うん。たくまさんがやるような感じで、黒と白をはっきりつけていく感じが僕は好き。うん。だから、7から4番さんはしっかりつけていってほしい。僕も含めね。そして、5番さん。まあ、5番さんはなんか、村視点でなんか、黒を見つけていきたいみたいな感じの発言をしてた。うん。まあ、それで色落ちはしない。だから5番は普通に僕は白じゃねえや、グレーで見る。うん、以上。7番のプレイヤーは発言してください。私が森が恐症だ。はい。そうですね、5番さんに関しては、まあ、特に進行論の話かな。意見落ちじゃない、色落ちはなしですね。というところ、6番さんはしっかり5番さんに触れていたことから、まだ5、6ライン、6号ラインですかね。6号ラインは見ないというところですね。うん、かなぁ。それくらいしか言うことないですね。そうだなぁ。燃料投下しますか。雑殴り。しましょうか。マザコン嫌いなんで。キューバさん黒。ボブサップは、好きなので白。2番さん白。ナハトくんさん、自分にくん付けなんで黒。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営でした。まあ、誰でした？6番さんか。うん、たくまさんがどうのこうのっておっしゃってましたが、僕的には白目が上げれるんなら黒目も上げれるでしょっていうことですよね。うん、片方を上げれるんだったら絶対両者上げれるはずなんですよ。だから村人は両者上げていきましょうっていうのが僕の持論です。で、5番さん、6番さん、7番さん、ここね、別に本当に色落ちしないんですよね。なんか印象で言えば7番さんも若干黒いようにも見えましたけども、本当に色付けしようがないんです。って言ったら僕も黒く見えるんでしょうね。どうぞ僕に流ってきてください。どうぞヘイトを向けてください。僕に黒塗りしてきた人は人狼だと思ってます。2巡目きっちり考察を落とします。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、みんなおはよう。人狼ちゃん、視野が見なくて嬉しいぜ。私は村人陣営だ。そうだな、6番ちゃんが白黒しっかりつけてくれって、私はつけてくって6番ちゃん宣言した割に5番ちゃんはグレー。これ矛盾してると私は感じたのは私だけかな。なんで7、8番ちゃんはそこ突っ込まないんだろうっていう私の疑問。でもね、7番ちゃんの雑殴り結構いいと思ってる。理由なんだけど、7番ちゃんは名前見つつも8、9黒って言って近いとこに黒を出してきて、印象を探ろうとしたのかなっていうね、その黒出された時の反応みたいなの見たいのかなと思って、かなりいい雑殴りだと私は思ってる。だから7番ちゃんそういう視点で白いと見てる。うん、で6番ちゃんは、自分で白黒あげるって言った割に5のことグレーって言ってたから、その面で6番ちゃんは黒く見てる。うん、5番ちゃんはグレー。8番ちゃん自分殴りしてこいってしたやつは人外。で、7番ちゃんは雰囲気的に黒い。8番ちゃんはフィーリングでこのゲームをやってる。まあ確かに、わかるよ。その声の感じね。震えとかね。で、見るのはわかるんだけど、なんでそこまで8番ちゃんが強気なのか私にはよくわからない。まあでも8番ちゃんのおかしな点は正直ないからな。5、8はグレー。6、黒。7、白。
って言っておくか。1番ちゃん、バイバイ。バイバイ。よければ高評価ねお願いしますね、ぜひぜひ。みんなおはよう。俺は占い師だ。占い先は7番のモニカ恐怖症ちゃんだ。ごめんなさい、変な感じで。すいません、普通に単純にね、まあ、うん、占い先の理由は言いません。別にないんで、うまそう。まあ、うまかった。前の村で。もうこれ言ったらメタ発言とか言われるから知らないけど。もう、占わないで。村人陣営でした。白黒はもう全くつけれません。占い対抗がもし出てきたら、いろいろと話聞いていきたいなと思うところ、別に白黒はね現段階意見ぶれとか5番さん言ってましたけど、僕全然ね黒に見られるように移動することあるんですよ、役職占い師じゃなかったらね。でね、最後の最後残っててみたいな場面あるんで、全然そこら辺は自分なりにやっていただきたいなと思います。怪しいところ釣ります。占われちゃいましたね。2番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、占い師をします。3番さん占ってしろでした。ここまで聞いてきて、まあ、9番さんなんかやったことあるな、なんか覚えてる。8番さんがなんかヘイト向けてくれ的なあの発言、うん、狼だったらこんなことしないかなと思ったけど、逆になんか役持ってなかったら怪しいかなって、そうやってなんか白目取ろうとしたのかなっていうふうには見えたかな。まあ、5番6番は初旬でね、そんな発言伸びないからあんまり色はつけられないから、とりあえずグレーだけど、7番さんは雑なぐりしてて、まあ、9番さん言ってた通り近場でいじってて色を見たのかなっていう印象だから、かなり白く見えてます。2週目以降聞いてって占いで狭めていこうかと思うんで、よろしくお願いします。3番のプレイヤーは発言してください。ですね、まあ僕の印象で言うと、まあ、8番さんがこうなんていうかな、疑ってきたらやつも全員殺してやるぜみたいな、そういうなんか威嚇的なことをして、なんていうかな、自分になんていうかな、その来させないようにこう強がって強がってっていうところが、なんかこう人狼ちゃうかなみたいな出てました。で1番の方占出てたんですけど、なんか7番占いましたみたいな言ってるんですけど、ランダムやと思うんですよね。ランダムやけど占いましたみたいな、なんかその辺がよくわかんないです。アップデートされてるはずやと思うんですけど、その辺ちょっとよくわかんないんで、まあそうですね、僕8番1番が怪しいかな思います。勘違いしてる。4番のプレイヤーは発言してください。まずね、3番さん把握漏れがありますね。ここ初日神ありの部屋なので、ランダムではありません。これ把握漏れですね。それから8番、あの発言はおそらくハンターだろう、もしもうハンターじゃないんならもう人狼でしょうね。で、他だよね。印象薄いんだよな。どいつもこいつも。どいつもこいつもって、ごめんね。なんか、何ね。どいつもこいつもただ白黒つけろって言ってるだけじゃねえか。自分の色落ちをなんか避けたような発言しかしてないよね。それで何村目を取ろうって、なんか甘いんじゃないかなって感じはする。2週目もうちょっと発言聞いていきたいな、これ。以上。5番のプレイヤーは発言してください。ふむふむ。はい。3番白で見ます。2番神明が高いと思いました。1番さんは、7白分かりましたけど、グレー考察僕しかなかったような気がします。6、7、8、9の印象気にならないのかなって純粋に思いました。新占いだったら多分6、8、9触れてく1だと思うので、3白で見てます。で、4番サイコロで見てます。なので8番も白で見てます。4基準に4、6、7、9、まあ、7形色なんで4、6、9から自分は今日選んでいこうかなと思ってます。これはまあ2周目の発言6、9聞かないと決めれないので、うん。どことはまだわかんない。でも、
6、9、4。今選べと言われたら4。2周目の発言で変わるかもしれない。以上でーす。6番のプレイヤーは発言してください。8番さんに言われた通りしっかり色付けていこうか。じゃあ4番さんはなんかさっき、まあ、5番さんの便乗になってしまうけど若干黒く見えた。若干じゃないで黒って言おうか。で5番さんはなんかその指摘をしたことで白く見えた。自分と同じ感じの視点が見えてね。で7番さんはまあなんか普通にリラックスした感じで雑殴りしてたから普通に白く見えた。うん。で8番さんはなんか普通に俺の感じ、もうちょっと黒くなりたいな。で自分にヘイト向けてきて発言をしてたからなんか少し、まあ、少しじゃない白く見えた。そうだな。1番さんと2番さんの占い審議については5番さんは白黒、なんか2番さんが白って言ってたけど、俺はなんかあんまり、なんかつけられないかな。だからフラットに見る。で3番さん、あ9番さん色付けしたっけ。9番さんは白で3番さんも白でつける、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。じゃあ2周目ですね。はい、3番さんから指摘がありましたが、8番さんは、かなり周りを威嚇していましたね。自分を黒いようにも見えますよねって、誰からもいじられてないのにもう最初からいわゆる防御感みたいなのを出してましたよね。自己防衛ばかりで、黒く見えました。そこに対して白く見えると言った6番さん、ちょっとよくわからないですね。白黒はっきりさせるのはいいですが、なぜ白く見たのか、理由も添えてほしかったところ。で4番さんはね、誰も意見残してないって言ってましたけど、4番さんが一番今んとこ意見ないですよっていうところですね。釣るなら4か8、時点で6だと思います。でどっかな。6番さん目線、ニオカミどこにいるんですかって感じですね。7、8、9、白って言いませんでした。5も白。って感じですね。8番のプレイヤーは発言してください。はい、僕がまず一番白いと思ったのは7番さん。これ占いの真偽に関係なく7番さんの思考がかなり無駄だと思った。やばい。で時点で白くなっちゃった。黒いと思ったの4番さんね。4番さんはね、全く発言ダメなかったし、黒一も上げてない、白一も上げてないでライン構造ともできてない。46に狼じゃないかなと思いますけど、ね。今後考察が伸びるのかどうかっていうとこ。で次に怪しいのは5番さん。5番さんはもう神明をね。決め打っちゃってるんだわ。で、これ村目線だったらかなり、痛いと思う。思考ロックしてるから。で、占いを信じて決めよって3番さんが白いって言った。ってなったら4番さん黒いんだよね、5番さん目線。でもじゃあ4番さんの相方はどこなんだっていうところ、それは僕も一緒なんだけれども、ここで5番さんが、4番さんの 黒いところの時点でね、5番さんが黒だったらっていう話を今述べてます。5番さんが黒だった場合、占いの真偽をつけてることによって3を白って言い切ってるから3、5のラインも全然あり得るかなと思った。で、7番さんの次に白いのが6番さん。6番さんは白黒かなりはっきりしてる。だから今後の、発言でブレるようだったら6番さんの黒い目線も全然追えると思いました。だから6番さんは今回釣り位置ではないんですが、今後の発言がブレるんだったら全然黒い位置でもあると思って、いいですね。で色が落ちてないのが9番さんね。だから9番さんの、次の発言を聞いて、僕は4番さん、5番さん、9番さんで黒い順番で言えばね、4、5、9の順番で黒い、釣り位置は4番です。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。まず率直な感想として、8番ちゃんがやっと私に触れてくれたよね。なんでみんな私に触れてくれないの。私かなり印象4番ちゃん、私そんな印象なかった。私かなり白黒あげたけど、私がこの位置であげたのに4番ちゃん私のこと印象ないので、5番ちゃんも私にで6番ちゃんはなんかとりあえず取ってつけたからに9番白って言って、いや意味がわからないで、7番ちゃんも私に触れてくれないし、何私影の存在なの、マジで。私白黒かなりつけたのに。いやでも8番ちゃんと思考が違うの、私は6番ちゃん黒いと思うよ、正直。でそこは7番ちゃんと同調になっちゃうかもしれないんだけど、6番ちゃんさ、7、8、9、白、5、白、4、黒、3、白。やばい。どこで狼、ここ7番ちゃんと一緒だよ。
や、4、1になるよね、そしたらじゃあ。3番白で考えると、ああ、でも2黒もあるのか、そういう考えだと。だからそういう点でね、6番ちゃんね、なんかね、ヘイト向けなさすぎじゃない？うん。なんか仲間多すぎじゃないって感じがする。で、その点で私は8番ちゃんとは思考が違う。うん。はっきり言うわ。違う。で、やっぱ4番ちゃんはね、いや、狼かは別として、正直4番ちゃん、ムラリがなさすぎる。うん。時間稼ぎすぎでしょ。みんな印象ないとか言ってさ、で、自分で探せよって私はすごく思ってしまうんだけど、うん。うん、自分からそうやってさ発言しなかったらそんなみんなさ考察できないじゃん。そういう点で私4番ちゃんめちゃめちゃねムラリがない、黒いとかじゃなくて、だから今日私は4番ちゃん釣りたいと思ってる。うん、まあ怪しいな正直6だから、まあ、うん、まあ、発言的に怪しいのは6だけど、正直マジでムラリがないのが4で、もう飛び抜けすぎてるから私は4行きたい。うん、ごめん、これは私の感情論になってしまう。以上です。かわいいのプレイヤーは発言してください。なるほどね。みんなの言いたいことはな、よくわかった。とりあえず僕はね、あの僕か2をフラットで置くことがまず第一かなって思ってて、もう5番さんと3番さんがね2を進かなって見えられてしまうと、僕的にはもうちょっと困るな。次の日に、うん、やっぱりじゃあ1が怪しいが1いとこうってなってね、僕が黒見つけられなくてなると困るなって思って、三角割れてる線を僕はめちゃくちゃ追ってしまっておりますので、そこで同じ意見だった2番を真に見ていかれると困るっていうのもあるし、5番かなと思ってます。4番さんね、この後最後発言できますんで、そこで怪しかった5、4番さんに投票することもありえますし、で8、9と9番さんが4を叩いてるというか、うん、もうムラリがないしって言ってましたしね。もし4番さんがね、ここで釣られるようなことがあって、役職があれば、もう出てくればいいかなと思ってますね。役職ありじゃなくてね、うん、もうズバッと言ってくれた方が、ぶっちゃけ、やりやすい。わかりやすい。俺は5番かなって思ってるな。で、6番はね、黒って言ったから、5、6はないって思ってる。で、6の可能性も全然あるし、わからない。役職言わないからさ、みんな当たり前だけど、そら分からんよ、分からん。とりあえずまあ今日はね、流れに沿ってやっていこうかな。2番のプレイヤーは発言してください。7番から言ってるかな。7番の発言は聞いて、僕が言いたいこと言ってかなり白く見たっていうのも、4番さんが誰にも触れてない、ヘイトを向けてないっていうところもちゃんと 見れてたし、6番が白黒つけたけど、理由付けしてないっていうところも、ちゃんと俺が思ったことを言ってくれたから、7番は今白置きしてる。ってことで占い先。となると、さっき言った6番が、4番も黒いけど、6番が黒いかな、6番もちょっと黒いかなと思うんだけど、で、6がラインあるとしたら、まあ、8が6に白っぽいっていうのを出したから、6、8はあるのかな。ただ、8はなんか役職持ってる匂いもするから、8は今回釣り1じゃない、俺の中で。で、4、6なんだけど、まあ、4の発言聞いてからだけど、今4が最黒で、時点で6かな。で、9は、またね。3番のプレイヤーは発言してください。今のところまあ僕的に怪しいかなって思ってんのは4番さんで、まあ8番さん2回目の発言聞いて、まあ、結構自分と意見が合うというか的確なこと言ってられたと思うんで、まあ一回置いていこうかなと思います、様子見として。で、まあ、7番さんも言ってることがすごい分かりやすかったんで、まあまだね始まったばっかなんで僕もフラットに行きたいと思うんで、まあとりあえず、難しいですけど、まあとりあえず怪しいの4番かなって感じです。4番釣ろうかなと思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。1周目ね、わざと発言残さなかったんだよね、この位置で。うん、なんでだと思う？うん、人狼絶対ヘッド向けたいじゃん、村に。うん、意味わかるかな。うん、で俺は9番が言ったんだけど、ムラリないって発言。うん、これはムラだと思う。うん、だけど、怪しいとかさ、怪しいとか黒とかっておかしくないか。
そこがね、ちょっと俺は注目してたんだけど、この発言をした、まず6、3、で1はまだないな、6、3、なんだっけ、7か8どっちか、まあ、7かかな、忘れたな。で、5に関して、なんか引っかかる発言があったんだよな、なんだっけな。ちょっとそれが思い出せねえ。で、俺は今日は6から入れたい。黒って言ったもんな。はっきり黒って言ったよな。6から入れたいね。以上。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。知らねえかな、まあ、平和村で何、フルオープンでもなくて、これで村が 1PP 減る、ごめんねマジでごめん、不利だよね。ちゃんと発言しときゃよかったかな。まあ6番さんわかると思うけど、なんかさっきの村で俺多分ねポンコツ多すぎてなんかモチベーション下がってんだよね多分、ごめん本当に 1PP 減っちゃったね。はあ、まあでもここからフルオープンすれば頑張れるんじゃない村、でも必ず人外が3人いるから、難しいけどね。いや、どうなんかなぁ。ただなんか無理やり色つけてるだけでさ、これといってなんか、あれはないよね。夜が来ました。目を閉じてください。カリウドは目を開けてください。カリウドは守る相手を選んでください。紫に多分新目高いのは一番さんでしょうね。私の方が多分白身が高いのでっていうところ、多分狼視点は芯についてなさそうですね。三番さんもそんな狼っぽくないしっていうところで、ほれほれほらを選べ。まあどうだろう、占いローラで持っていく流れでニカミもありえるから、これなんとも言えないですね。半々ですね。いや、2位守った方が良かったかな。死んで見てるのは2位ですね。いや、2位守った方が良かったかな。どうしましょうかね。朝が来ました。昨夜死んだのか。おい、88番。明日に守れますね。9番。あ、ハンターじゃなかった。のプレイヤーは発言してください。ハッピーヒロ、1番ちゃんは ?3 黒。3黒?パンダか?おう。4番ちゃんで連れてるかどうかなんだけど、正直私は最後やっぱ4番ちゃんは考察が伸びてない。6しか言ってなかったから、やっぱ4番ちゃん言った。あまりにもムラリがなかった。そういう点で言ったから、正直4番ちゃんが黒だと思って言ってない。ごめん、それは申し訳ない。私の行動はムラリがなかったかもしれないけど、やっぱ4番ちゃんが伸びてない。でも1番ちゃんさ、占い席おかしくないか?どうだろう。あなた5番ちゃんにさ、占うんじゃないの ?5 番ちゃん入れてるしさ。その点では1番ちゃんおかし、怪しいと思うよ、占い師としては。でも3黒は確かに納得はできる。3番ちゃんはすごいもうね、2番を死んで見て、結局一番最後には、やっぱフラットで見ますって言って、保険かけてたからね。3番ちゃん黒も納得できるけど、やっぱ1番ちゃんの占い理由も聞きたい、やっぱりね。5言ってたのに。で、私は今日正直ね、正直は、やっぱ4番ちゃんで連れてないと思う、あの発言、遺言的にもね。申し訳ない、そこは。で、見ると、やっぱムラリないで釣っちゃったからね、私は。で、見るとまだ人、確かにね、3人残ってると見た方がいいかもしれない。で、そう考えると、いや、でもね、3が本当に白だった時は、明日 PP になるんだよな。4で1で釣れてなかった場合。ってなると、私は正直、決め打ちでいいのか。でも、グレー行く ?5、6、
9の中だったら、5、6、9の中で私も含めるんだったら、私は6行きたい、やっぱり。うん。うん。いやー、どっちだろうなー。3、6、2、4、5、分かる。決め打ちに行くんだったら、1、2の発言聞いてから決めたいと思う。うん。6行きたいなー、今日。1番のプレイヤーは発言してください。はい、まあね、5番に確かにヘイド向けてましたけど、やっぱりここ囲いあったらすごく怖いところ、3がね、やっぱ白出されてるってところで、で僕やっぱり囲いは最初に見るようにしてます。実際に強靭だったらここ絶対しないところなんですよね。っていうと村目が下がると思うんですけど、実際囲われてるんで僕は3以外飲めません。2多分強靭ですね。なんで僕は3以外飲めないですね。で3番がハンターとかね、役職あるようだったら言ってください。もう言っていいですよ、全然ないんで。っていうところですね。僕がここ黒を打てる理由っていうのはやっぱ俺が真の占い師だからってところ。3以外飲めませんね。2番さんなんで7番占って隠し色出そうとしなかったのかな、あなたは本当に占い師なのかなってところですよね。皆さんから見れば僕は読んで連れてるかどうか分かりませんけれども、隠し色なんていらないんですよね。まずは3番から言ってほしいです。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。7番なんて占い師ですよね。俺発言聞いて白いなと思ったから。で8番役職持ってないだから黒いなと思ったわけです。で4番で釣る、4番ライン見えないんだよな。9に11白出してたから4級あるかなと思ったけど、9、4に入れてんだよね。4級はないかなって思うんだけど、あー5、6、5、6、9、これ7狼だったら怖いけども、5、6、9でいくと6番がまあ一番今のサイクロなんだけど、5番なちょっと発言あんまり覚えてないんだよな。ごめん、そこはね、手痛いところ。なんで6占わないんだろう。で、9番に関しても、9番、なんだっけかな。なんか引っかかったんだよな。引っかかった点がちょっと出てこない。ごめんなさい。すいません。とりあえず、まあ今6番が怪しいかと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。ね、僕が黒と出たっていうことはですね、やっぱもう、1番ですかね。なんつったんやろな。まあ、とりあえず、そうですね。もう、村人なんで、村人としか言いようがないんですけど、まあ、とりあえず、積んのは、まあ、1番かな。5番のプレイヤーは、発言してください。3、そんだけ？これは3釣りかな。いや、これ黒にいるでしょ。こんなの8番なんて噛んでる暇ないよ、4番黒だったら。噛むならまだ片白とかならわかるけどさ。こんなグレーの、まあ、役職やと思って噛んでるのかもしれないですけど。二人色いると考えた方がいいですよ。3の発言が弱すぎて、2の新芽が落ちる。ぐー。ちょっと待って。9を6押してるでしょ。これ7、9黒やったらもう、ボツなんだよね。どこ釣るんよ、これ。1、2、3、4。ああ、わからん。難しいね。でも、1番が3番に役職あったら出ていいよって言ってたのは、やっぱりね、そのセリフは今日に見えた。そんなん真言わないよ、絶対に。もう占い決め打つんだったら僕は1番だね。で、むしろ7番発言強くて、片白もらっててみんなから白く見られてるのに、7残って8が釣られてるのが謎。だから初日から囲えてるような感じもする。かな。3の発言がちょっと弱すぎたからね。ちょっとその辺で怖いけど。6、7の意見。なぜツイッターチェックがバレているんだ。1番かな。6番。バレてた。ツイッター見てたのが。のプレイヤーは発言してください。そうだな。占い決め打ちするんだったらもう役職出てもいいと思う。でも8番さん、ちょっと役職捨ててたんだよね。4番さんがなんか言ってた通り。僕は7、8、白で見てて、9番さんなんか結局自分に色つけなかったから。9番さんちょっと黒く見える。で、占い決め打ちだったら僕も1番さんをちょっと新宿で行く感じかな。
1番差占ったのは納得できるけど、ちょっと2番はまあなんかちょっと隠し色作るんじゃないかな。まあこれは1番と同じ感じの意見になるんだけどね。うん。でまあとりあえず3番の意見も薄かったから、もう俺は1番死んでおくから3釣りかな。うん。まあ1番が3番囲った線も見えるけど、そうだな。まあ5番も臭かったけどね、ちょっと。7番のプレイヤーは発言してください。今6番さん、1番さんが3番さん囲った線って言いました。もう結構めちゃくちゃですよね、発言が。で、それから6番さんは、なぜこのタイミングになって8番さんの役職の持ちのことを考えるんですかね。もう完全に狼の視点としか思えません。うん。で、6番さんが仮に黒だった場合、相方位置として分かりやすいのは3、時点で9ですね。っていうところ。うん。で、3番さんにライン切りしてきたのかなっていう印象がありました。で、隠し色なんて作る必要はないので、次回以降気をつけてください。対抗に黒出すのって簡単なんですよ。対抗に白出すのも簡単なんですよ。そんなの村人にとって必要ないです。うん。1番さんが強靭だったら3番さんに黒出しやすいですしね。絶対村人の人を黒出せるわけですからね。うん、今日は1番さんか3番さんでいいと思います。で、3番さんの意見があまりにも述べ出さすぎたので、3番さんに投票する36狼で見てます。以上です。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。6から釣りたいですね。まあ、4番さんがしっかり伸びてたら6番さんから初日釣りたかったですけどね。のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。ああ、そう、投票支部ってわからなかったんで、そうですね、すいません、初心者なもんで。そうですね、まあ頑張ってください。僕は村人でした。さよなら。夜が来ました。目を閉じてください。狩人は目を開けてください。狩人は守る相手を選んでください。ほれほれ、ほらお選べ。PP 行きますかね。6、9、2、狼もありそう。6は絶対黒だと思いますね。朝が来ました。昨夜死んだの。あー、かまれますよね。7番、白くなりすぎちゃった。9番のプレイヤーは発言してください。6黒の1番5白、2番6黒。うん、もうこれ占いは決めないよ。ロラできないからね。みんな分かってるよね、盤面。5番さん、6番さん、見えてる。いや、2番さん、誤爆してないか。いや、最後7番さんの言った通り、聞いてたよ。7番さん、意見合ってるよ。うん。6番さんね、めちゃくちゃだよ。1、3の囲いとか言ってるから。うん。そんなのあるわけないから。あと、6番さん、把握漏れかもしれないけど、私はね、6番ちゃんのことは、もう黒って言ってたよ。うん。匂わせないよ、普通に。サイクロ、4番が釣れた後に2日目には6番ちゃんはサイクロで送っていったよ。うん。ちゃんづけがグレーだったら6釣りになってる。占いだったら占い師の発言聞いてから決めるって言ってたから、やっぱりその点で6番ちゃんは把握漏れもしてるし、うん、意見がブレブレで、しかも今日7番ちゃん噛まれてるんだよね。うん、やっぱそういうとこからも見て、7番ちゃんは36を疑ってた。そういう点からも見て、やっぱり6番ちゃんが私は黒いと思ってる。うん、1番ちゃん5占ったんか。あー、まあ放棄したからなのかな。うん、でも私は今日1番ちゃんでもう芯決め打ってるね、正直ね。うん、やっぱ3番ちゃんの遺言はね、うん、黒い。てかたどたどしかったよね、黒出されてから。うん、私はやっぱそういう点で3番ちゃんを黒で見て1番ちゃんを信じておいた昨日は。
で、一番ちゃんが5白出してるっていう点からもうね、私目線は6しかないんだよ。だから今日私は6つって割ると思ってる。3昨日つったから。3黒6つ。だから私目線1進の2強3黒6黒。うん、これでいく。だから今日私は6番ちゃんに入れる。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。占い理由から言った方がいいんですかね。やっぱり昨日の、放棄、これは良くないと思ったんです。やっぱりね、もう一人投票放棄して誤って投票なんかになってね、次の日なんて言ったらもう PP 発生してしまう時あるんでね。で、6級で誤爆の線も僕持ってるんですけど、誤爆じゃなかったら終わりなんですよね。終わり。どういう意味か分かります？誤爆じゃなかったら9番。で、強靭残ってるんで、まあ、誤爆というか逆囲いじゃないですかね、この場合は。6占えばよかったかな。でも6番最後ね、昨日なんていうの、1から1段の囲いとかじゃなく、もうそれもおかしいんだけど、なんか俺にね芯を決め打っちゃったところ、みんななんかどっちかブレブレだったんだけど、そこで言うんだと思って、なんかすり寄ってきた感は強かったっすよね、やっぱり。で、一番最初に5黒って一番最初の1日目ですかね、言ったじゃないですか、2巡目に、1日目の2巡目に。それはやっぱり自分が黒だから分かってて、白に黒出ししたのかなっていう。まあ、ぶっちゃけこの6、9は分からないですけど、誤爆ってる線がめちゃくちゃありますんで、6行っていいかなと思うんですけど、2番さんがどう言うかですかね。もう、人狼側からしたら、おい何やってんだよっていう叩きがこの終わった後に入るのかどうなのかっていうとこも気になりますね。6番でいいのかな。あ、これ気づいた人いましたね。いいのかな。リプライで気づいてる人一人いましたね。これ髪の毛に緑入ってるんですよ。気づきました。どうせに行っても俺次かまれ、僕のイメージカラーの緑が入ってるんですね、実は。あと目のね、縁も若干緑なんですよね、これ。6で終わりだよ。気づく人いるかなと思ってたんですけど。だって1強人狼の6人狼でしょ。いや、1が人狼だったらあれだけど、もう3人は残ってないんだから、 PP 発生してない時点で。ってことでハンター出る人いいんじゃない、これ。ハンターさんいる。気づいてました。カリウド48のどっちかで俺連れてると思うんだよな。で、片方イメージカラー緑はね、迷彩服着てたからですね。で、僕は踊ってみたで。ハンターでしょ。したらハンターじゃない方が投票しやすくなるからさ、まあ6入れて終わるけど、投票先を他の人が絞りやすくなるためにハンター今日は荷釣りですね。まあ6入れてください。2番さんの5番新規ってますからね。のプレイヤーは発言してください。はい、6黒だと仲間どこ。6は3に入れてるよね、昨日。まあ、身内切りの盤面でもあるけどね。初日4に入れてるよね、6番。まあ、9もでも4に入れてんのか。でも9も3に入れてんのか。あー。占い黒も追わなきゃいけないの、これ。まあでも6級単体で見たらもう6の方が黒いダントツで。で、1、2、精査してもやっぱり2の方が真に見えるので、自分目線も6釣りしかないかなっていう感じで、続いたら1番釣る。もう9は白置きするしかない。占いに黒が出てると見るかな。うん。僕、白角でしょ。これ PP ない時点で。占いに黒じゃなければね。はい。6釣ります。6番のプレイヤーは発言してください。ね？ちょっと待って、5番さん2番死んで見てんの。ちょっと待って、俺9番さんと5番さんが1番を新目で見ているんだったら全然6釣りは飲めるんだよ。全然俺釣りで飲めるんだよ。で、2番さんはなんか俺に黒出してるから、もう俺目線2番さん絶対もう人狼って見てるんだよ。だから2番さんはで、これ多分ね、俺前日から俺の発言って結構黒かったんだよ。だから強人目線ね、多分俺のことをね黒出しできないと思うんだよ。うん、だって黒誤爆があるからね、結構。だって俺結構人狼に見えたでしょ。で、2番さんが多分人狼と俺見てる。だから強人潜伏。で、5番さんがさっき2番さんをさ、なんか新宿で、2番さん新で見るって言ったのかな。え、9と5が1で見る、え、1を新で見るんだったら俺釣り飲めるんだけど、これやばいわ。うん。あ、
終わった投票を始めてください。うん、6番さん黒いな相変わらず。6番のプレイヤーが選ばれました。6番投票しちゃうの。終わらないんだ。のプレイヤーは発言してください。16狼だと思ったんですけど、ね、ちょっとごめん俺もう最初から最初からちょっと黒かったわ。うん、ごめんね。てか俺モニカ恐怖症ってさ俺結構知ってるんだよ。うん、そうだな。さ、うん、ファンです。うん、それだけ言おう。で5番さんもうこれ白で白、うん、白だったらいいんだけど、やばいなこれ。俺目線2番狼だから。だから9号は1を新宿で見て、本当に。ここは2つって欲しかったですけどね。そうだな、うん、1番さんは、うん、もう新宿で行ってくれ、うん、俺はもうそれを言うしかない、うん、6番と3番のライン切りは確かに納得がいくよ。9号は1を死んでみて、お願い、本当に。夜が来ました。目を閉じてください。なんで6番釣ったんだろう。負けですね。 PP で。朝が来ました。昨夜死んだのは1番。2番のプレイヤーは発言してください。はい、ってことで1番が噛まれたってことでお気づきかと思いますが、私狂人でございます。で、人狼さん出てきてください。そいつを釣って終わりましょう。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも。まあ、9黒なら積んでるか。9とどこだったんだよ。94? いや、そんな簡単な話じゃないような気もせんでもないが。いや、そうか、1が死んだから9、3か。ああ、すいませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。やっぱりマザコンは強かった。でもね、やっぱ7番ちゃんに途中で気づかれ出されたんだよね。やっぱ7番ちゃん残しとくてやばかったわ。うん。で、2番ちゃん強人でしょ？どうする2番ちゃん自分自身に入れたいか5番ちゃんに入れたいか。5番ちゃんハンターなのかな。私6番ちゃんハンターで破綻して終わったと思ってた。じゃあ5番ちゃん入れて終わろっか。2番ちゃん2番ちゃん強靭でしょ。だって6に黒出してるもんね。うん、いやでも2番ちゃんマジねボブナイスだよ。6黒はね上手でしたね、ケイバーさん。いやワンちゃん狼あったでしょあなた目線。うん、いやボブちゃんナイスだわ。じゃあ今日5番ちゃんに入れてこのゲームはチェックメイト。バイバーイ。上手だなぁ。ハンター誰だったんでしょうね。5番さんしかないですね。うん、 6A の黒出しも良かったですね。5番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人狼の勝ちです。よいしょ。
わ、気づいてたのか。うわー、9番さんに操作されちゃったか。頭良すぎてやばす。くそー、白くなりすぎちゃったな。まんまと捨てやられましたね。いやー、まあでもこれは気持ちのいい負けですね。おにかちゃん。いやー、でもいい試合だった。すごくいい試合だったな。